ハロー YouTube、 皆さん、スイスポの荷物の整理はどのようになさっていますか？今回は ZC33S スイフトスポーツの荷室の整理にもしかしたら役立つかもしれない私たちが使っている収納ボックスをご紹介させていただきたいと思います。この日は京都府南丹市にあるキャンプ場に行っておりました。飛行機雲ができています。ではスタート。こちらはアイリス大山 RVBOX900B です。幅約90センチ、奥行き約40センチ、高さ約28センチです。こちらはアイリス大山 RVBOX900F です。幅約90センチ、奥行き約40センチ、高さ約 15.5センチです。大きい方の 900B にはテント、タープ、ローチェア2脚を収納しています。小さい方の 900F にはコンロなどの小物を収納しています。33S スイフトスポーツの荷室の入り口ギリギリビタビタのサイズ感です。ラゲッジスペースの上部の蓋を外さなくてもギリギリビタビタのサイズ感です。ただし慎重に入れないとボックスで程度周りが傷だらけになる恐れがあります。左右どちらかに寄せるとサイドに雑感の荷物が置けるスペースができます。小さい方の 900F を重ねておくことができます。上部の蓋を外せば大きい方の 900B を2段重ねできるかもしれません。実際は分かりません。こちらの収納ボックスに限らず横幅約90センチ以下であれば十分入りそうです。以上です。もし万が一屋外地、町外地気に入っていただけましたらチャンネル登録および高評価をお願いいたします。